南オロシザメは、オロシザメ科に属するサメの一種。オーストラリアニュージーランド温帯域に生息する。75センチメートルに達し、体色は茶灰色、体は太く大きなコブを持ち、皮膚は非常に粗い。二つの背びれは接近しており大きい。大陸方園、大陸斜面の海底近くに生息、ゆっくり動き回り小さな訂生生物を捕食すると考えられる。 無体版生態制で3指数7。稀に底引きもで混沌されるが、IUCN は情報不足としている。オーストラリアの魚類学者、ジェームズ・ダグラス・オギルビーによって、タスマニア南東沖のブルニー・シマスの浜で発見された、個体の乾燥標本に基づいて記載された。年に学し、 レコーズ・オブ・ザ・オーストラリアン・ミュージアムに発表され、タスマニアン・ミュージアム・アート・ギャラリーのキュレーター、アレックス・モートンの養成により、模式標本産地に基づいて、セントリーナ・ブルーニンシスと命名された。その後、セントリーナ族は、オクシノタス族のシノニムとされた。温帯性の機種であり、ニューサウスウェールズ州のクラウディ・ヘッドから、タスマニア南部沿岸、西オーストラリア州、 エスペランスまで分布する。また、ニュージーランド沖、チャタム海防、チャレンジャー海大、キャンベル海大でも見られる。大陸方外縁、上部大陸斜面の海底に生息。深度45から1067メートルで報告されているが、通常は350から650メートルに生息する。背中のコブと長い背びれが特徴非常に太い体と盛り上がった背で容易に、 識別できる頭は少し平たく丸く短い糞がある。鼻孔は大きく間隔は狭い。目の直後には小さく丸い噴水孔がある。口は真横方向で比較的小さく口角から始まる深い溝に囲まれている。唇は非常に厚く乳頭突起を持つ。歯列数は上顎で12から19、下顎で11から13。 上あごばは小さく、細く直立した口頭があるが、下あごばは大きく、幅広い三角形で、ナイフ状の口頭がある。エラ列は5体。対断面はほぼ三角形。二つの背びれは、大きな三角形で、頂点は骨に似る。背びれの全部は、肉質で、トゲが埋め込まれて先端が突き出す。第一背びれはエラ列の上、胸びれの前から始まりトゲは前傾する。 第二背びれはそれより小さく、第一背びれとの間隔は第二背びれの規定より短い。腹気は第二背びれの直下に位置し、それより小さい。腹部の胸びれ、腹気管にかけて単位の太い流気が走る。尻びれはない。尾ひれは大きく、常用の先端近くに切りかき器がある。皮膚は細いナイフ状の先端を持つ大きな皮場に覆われ、非常に粗い。 体色は一様な茶灰色で、胸びれ、腹気の公園は半透明。最低でも75センチメートル、おそらく91センチメートルまでは成長する。巨大な肝臓に大量の肝油を蓄えているため、海底から浮きながらゆっくり泳ぐことができる。餌は非常に専門化されていて、前頭はズナの卵のみとされている。無体盤生態性。 捕獲個体によりと卵巣は7から8個の成熟卵を含み、ある個体の子宮内には7つの肺があった。出生時は約24センチメートル。オスは55から60センチメートル、メスは67センチメートル以上で、生成熟する。単焦類のアステナコタリータラナキエンシスが寄生することが知られている。底引き毛で時折根核されるが、おそらく廃棄されている。 一時期より、婚格数は減少していると見られるが、IUCN は情報不足としている。ありがとうございます。